こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの2代目イヤホン王子ことユジです。今回ご紹介する製品はオリベッティというブランドの OD100 と OD200 でございます。 OD100 の方がイヤホンウェブ価格で18,890円、そして OD200 の方がイヤホンウェブ価格で31,900円となっております。このオリベッティというブランドはですね、2015年に設立された中国の新進気鋭のオーディオブランドです。ワイヤレスイヤホンなんかを展開しているですね、ライパーテックっていうブランド、知ってる方もねいると思うんですけども、そのライパーテックの姉妹ブランドになります。耳の肥えたリスナーの方が日常的に使用するハイファイ品質のオーディオ製品を提供する革新的なブランドというのを謳っております。この2機種ね、結構面白い特徴もあるので詳しくね見ていきたいなというふうに思います。ではね、付属品の方から見ていきたいんですけども、まずはこちらの OD100 の方ですね、このイヤホン本体とケーブル 3.5mm のアンバランスで、コネクタのところは2ピンになってますね。そしてこちらのケースですね、しっかりとしたケース、ハードケースですね。中開けるとこういうふうにメッシュの仕切りと、こういうふうにイヤホンを固定できるようになってますね。そしてイヤーピースが2種類付属しております。いわゆる通常のシリコンイヤーチップですね、こちらが SML の各2ペアずつなので合計6ペア入ってます。そしてこっちのウォームタイプですね、こちらも SML 入ってまして、こちらは各1ペアずつ、はい。次がですね、 OD200 の方ですね、こちらもケーブルが2ピンですね、2ピンコネクタになっているのでこういうふうに外れるので、ケーブルを交換することっていうのもできますね。ケースですね、このケースね、かっこいいんですよね。緑のステッチになってまして、後でちょっとデザインの方触れるんですけど、イヤホンの、ね、デザインの方触れるんですけども、ちょっと緑がかっているので、そこと合わせてこの緑のステッチが入ってるんですよね。中開けるとこんな感じですね、ここはこういう風にボタンになってますね。でイヤーピースですね、イヤーピースはさっきと同じ感じで、こちらのシリコンイヤーチップが SML の各2ペアずつなので合計6ペア、そしてこちらのフォームタイプのイヤーピースが SML が各1ペアずつ入ってますね。そしてこちらのクリーニングツールで、このケーブルのところなんですけども、実はですね、こういう風に取れるんですよね。で今 3.5 が付いてるんですけども、付属品には 4.4 と 2.5 のバランスも付属しております。プラグを付け替えることができるので、リケーブルをしなくてもバランス接続も楽しむことができます。これはですね、ノズルフィルターなんですけども、実はですね、このイヤホンサウンドを変えられる2種類のフィルターが付いてるんですよね。こんな感じで今イヤホンについてるのは、シルバーのねノズルフィルターが付いてまして、あとはこんな感じで黒のノズルフィルター、この2種類が付属しております。デザインなんですけども、アルミニウム合金を CNC 加工をしておりまして、かなりねコンパクトな作りになってますね。耳掛け式のイヤホンとしては本当にかなりコンパクトで、普通の耳掛け式よりもこうちょっと長細い感じですかね。こちらもデザインなんです。 OD200 のデザインはソリッド CNC メタルボディで、ちょっとね黒っぽい見た目なんですけども、ちょっとねカメラでは映りきらないかもしれないんですけども、ちょっとね黒というよりは深い緑というか、若干緑がかったデザインなんですよね。はい、まずはですね、 OD100 の方を装着してみました。いかがでしょうか。結構こういった耳掛け式の有線イヤホンの中ではかなりね小さい部類になると思います。なのでこう耳につけた時に他のイヤホンよりもね接点がちっちゃいので、この耳の圧迫感っていうんですかね、そういったところはねかなり少なくなってるかなというふうに思いますね。装着感結構いいと思います。はい、次が OD200 の方ですね、装着してみました。こちらめちゃめちゃ装着感いいですね。遮音性が非常に高いと思います。でこのちょっとグリーンがかった黒っていうんですかね、これもこう耳につけても結構映えますね。これはかっこいいですね。
ではね、音質のところなんですけども、まずはこの OD100 の方からね説明しますと、まずね高音質の 9.2mm DLC 振動板、振動板コイルを採用しております。緻密で正確なサウンドっていうのを再生するっていう風に歌ってますね。で実際に聞いてみたところなんですけども、非常にこう素直で透明感のあるサウンドかなっていう風に思います。全体的にこう音っていうのが結構近い感じがするんですけども、非常にバランスがめちゃめちゃいいようなサウンドかなというふうに思います。でその味付けっていうのがそこまであるわけではなくて、まあ、少し説明しましたけれども、やっぱりねメーカーの言う通り、やっぱこうとにかく素直なサウンドかなというふうに思います。まあ、こうモニターライクなサウンドっていう感じですかね。で筐体がね金属でできているっていうこともあって、結構歯切れのいいサウンドではありますね。まあ、これ約1万円っていう風に考えたらなかなかいいんじゃないですかこれは。で次が OD200 の方ですね。では次はね OD200 の方ですね。こちらは特許出願中の DAD 設計というものを採用しております。これ何かっていうとですね、イヤホンっていうのは、まあ、そのダイナミックドライバーとかね、BA とかありますけども、そのドライバーっていうのはもちろん大事なんですけども、特にね、このブランドで大事だっていうふうに言ってるのは、空気の流れなんですよね。で、この空気の流れをコントロールする技術っていうのが、この DAD 技術っていうものですね。で、これによって生み出される、強烈で楽しいサウンドを提供してくれるっていうふうに歌ってるんですね。でこのノズルのところがね変えられるっていう風に言ったんですけども、まずはねブラックのフィルター、ブラックのノズル実際に聞いてみた感じだと、こう減音中立っていうような感じですかね。でこの減音中立って言ったのは、あのブラックの方のノズルですねの時ですね。で、どこかのねどこかの領域にこうフォーカスしているとか、こうどっかの領域、どっかの帯域をちょっとこう持ってるとかね、なんかそういった印象っていうのは全然受けず、もう本当にこうモニターサウンドっていう感じでしたね。でこう OD100 の方でもちょっと多分ね同じこと言ったと思うんですけども、やっぱね音作り的には似てるかなって思います。ただその OD200 の方がより音の広がりとか立体感とかね、そういったところはね圧倒的に OD200 の方が上かなって思います。 OD200 はねノズルが変えられるってことで、もう一個のねシルバーの方のノズルにした時なんですけども、この減音中立っていうような感じよりはちょっとこう味付けがついたイメージですね。特に低域のところが少しだけふくよかになって、全体的にねちょっと音がこう丸くなった印象を受けますかね。でこのブラックシルバーともにやっぱね音はちょっとこう近いイメージなので、やっぱ OD100 OD200 音作りのこう方向性的にはやっぱこう似たような感じを受けましたね。まあ、どちらのイヤホンもですね非常にコストパフォーマンスの高い製品だなっていうふうに思いましたね。どちらのイヤホンもですね金属筐体でできていて、作りもねしっかりしてますし、個人的にもね結構気に入ったというか、まあ、いろんなお客様にも手に取っていただけるような製品なんじゃないかなと思いますね。気になった方はぜひイヤホンヘッドホン専門店イヤホンでお試しください。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。